こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いします。今回ピックアップする DJ はフランスの DJ ですね、ザディグという方になります。それでは、早速動画を見ながら解説させていただきたいと思います。はい。この、DJ ザディグですが、まあフランス人でですね、まあローラン・ガルニエとかフランス DJ としてはまあ有名な人いるんですけど、まあめちゃくちゃいい DJ ですね。で、すごく上手いですし、まあ人を引っ張る力がすごい強いですね。で、こんな彼のですね、DJ、わりかしこうダイレクトなアグレッシブな技が多いので、真似しやすいところがですね、結構ありますというか、まあ、勉強しやすいところがいっぱいあるってことですね。まあ、それをですね、踏まえて、ちょっとこう、しっかり解説させていただきたいと思います。まあ、アナログなんで分かりやすいですね。これ、種明かしますけど、こんな感じですね。頭出しと同時にですね、フェーダーを上までグッと上げてます。で、ミキサー見ていただいたら分かると思うんですけど、ちょっと今遠くなります。さっきだったら、こう、ローだけがしっかり切れていて、ミッドハイがですね、ちゃんとこうフラップ気味になっていました。なんで、こう、今かかっている、ちょっとこう、エモーショナルな、シンセサイザーの上にですね、シャカシャカ音がですね、もう勝ったって感じですね。ちょっとまあ僕の声が邪魔なので、分かりづらいかと思いますが、後々ですね、ご覧いただけるように、リンクをちょっと貼っておきますので、ぜひぜひそちらご覧ください。で、一回聞かせて、で、戻してから、もう一回入れます。こんな感じでシャカ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 、言ってますね。で、ここで見てほしいんですけど、このエモーショナルな音をですね、こう、終わらせる瞬間です。これです。もうめちゃくちゃこう後ろ盛り上がってますよね。これってまあもうこの、なんですかね、一瞬だけじゃなくて、この前からゆっくりこう仕込んでいることなんですけど、この後ろ踊ってる人たちのこの笑顔見てください。嬉しそうな。めっちゃ踊ってますよね。まあこれができる DJ はほんと最高ですよね。めちゃくちゃ素晴らしいと思います。で、さっき、こう、ローをグッと上げた時にですね、もともとかかった曲のですね、ローを下げて、しかもミッドを下げながら、フェーダーまで下げたっていう。で、本当だったらフェーダー下げればいいんですけど、なんでこう、EQ をですね、こう下げたかっていうと、やっぱりこう、音の、なんか消えていき方、まあ溶けていき方というんですかね、そういうものをですね、やっぱりしっかりと、考えてやっていたからなんですね。まあなんかフェーダーだけでパッと切っちゃうよりかは、徐々にこう、短時間であっても徐々に音がですね、減少していく状態をですね、まあ聞き取れるというか、まあ体が感じるぐらいのレベルだと思うんですけど、まあそういう演出っていうのはすごく重要かなと思います。で、ザディグですけど、まあ、やっぱりレコード、ピッチ合わせるのが早いですね。もう、レコード頭出ししたやつをですね、もうピッチ上げてます。ピッチ上げてるじゃないですね。フェーダー上げてますね。で、ピッチも触りながらって感じです。このビートマッチングっていう方法なんですけど、この技はですね、やっぱ早いに越したことはないですね。今まあ CDJ とかあって、まあ勝手にこうビートマッチングしてくれるんで、そんな難しいことないと思いますが、レコードでやるとですね、やっぱりちょっと難しいので。でもこれレコードでこれぐらいのスピードできたらめちゃくちゃかっこいいと思うので、まあ練習するのもありかなと思います。で、この方なんですけど、EQ、見てくださいね。ローですね。ゆっくり。こういう感じでですね、もともとかかってる曲のローをですね、下げて、次の曲のですね、ローを上げたんですけど、まあ、ブレイク中というか、音が、わりかし弱い感じですね。あ、どんどんちゃんと出てますね。さっき結構ローでブイブイこう引っ張っていくのに対して、ちょっとこう跳ね感のあるパーカッシブな音をですね、さらにこうプラスしてミックスしてるんですけど、この今回の動画はですね、この手元もそうなんですけど、後ろで踊ってる人のこの体の揺れ方ちょっと見てほしいんですよね。さっきまでこう踊ってる人たちとこう揺れ方若干違うでしょ。こう、さっきみたいにどんどんこう縦で踊ってたみたいにして、今度ちょっと横揺れというか、なんかそういうこう、ハウスっぽいって言ったらちょっとおかしいですね。こう縦乗りが横乗りになるっていう、
ちゃんとこうやってあのお客さんの気持ちをですねしっかりとこう次につなげていってるんですけど、これやっぱりこれをするにはですねやっぱりこう普段 DJ するときからですねお客さんをですね見ながら曲のなんですかね、選曲であったりとかミックスを進めるっていうのをですね頑張ってほしいですね。早いですね、ピッチ合わせながらもう頭出したやつピッチ合わせながら、もうフェーダーが上がってます。このちょっと電子音流れてますね。これが次の曲になります。でちょっとこう横乗りになっているレコードの上にですね、でずっとさっきからこうメロディーがあんまりないものがですね続いていて、まあ2曲だけなんですけどに、こうちょっとシンプルな分かりやすい単音のメロディーが入ってくるとですね、何がどうなってるかというと、さっきまでリズムにうわーって集中させておいて、今度は新しい情報としてこういう電子音を入れてきてるんですね。で、今シャカシャカ鳴ったじゃないですか。で、また意識をハイハットの方にですね、向けてるんですね。だから今までローをずっと聞かされてたのに気持ちをミッドの音にこう向かされて、その後ハイハットの方まで気分を上げてるんですね。なんで今どうなってるかっていうと、結構ローをですねあのローの意識が弱くなってるんですよね。なんで今ローをガッと変えたんですけど、これ全然大丈夫なんです。大丈夫っていう言い方は失礼ですね。むしろこういうハイハットであったりとか、こういう、電子音の方にですね、気持ちがいっているので、めちゃくちゃ楽しそうですね。で、こうやって、ハイハットであったりとか、こうメロディーミッドの音にですね、気をこう集中させておいて、で、次の曲でですね、さらにその意識をどういう風に他の方を導いていくかという、もうこういうことをですねやっぱ考えながらこう DJ、すると本当に上達スピードはただただ曲をミックスしてる人よりかはめちゃくちゃスピード上がると思います。上達ので、この人まあ見てるとザディガなんですけど、見てるとやっぱりこうレコード選ぶスピード早いですよね。はい、喋ってる間に来ましたね。ローがガラッと変わりましたね。今までハイとこうミッドに気を反らさせていきながら、こうやってローを持っていくんですね。だからみんながちょっとこう、ローが物足りない気持ちに徐々にさせておいて、ローをもう一回上げるっていう。で、今さらにハイ、気持ち的にはハイハットとローにみんな気持ちがいってるんで、このミドル、主役級の音が鳴っているこのメロディーの場所ですね、が徐々にこう音が小さくなっていく感じですね。で、ローにもっと意識を集中させるためにこうやってわざと EQ を切ってブレイクをこう作るって感じですね。いいですね。で、ブレイク開けを自分で演出するためにローの EQ をですねフラットに戻すんですけど、その時にもともとかかってた曲の EQ の、曲のですね EQ のミート、メロディーの部分ですね、大きくグッと下げたんですね。もう流れとしては最初にエモーショナルな曲がかかっていて、そこにハードなエッジの効いたまあブリブリのこうミニマルハードテクノをですねかけて、でそれをですねちょっとこう縦乗りだったのを横乗りにパーカッシブなものに移して、その横乗りのグルーブのままメロディーがですね単音の電子音ですね鳴ってるものでですね、その横乗りを継続して、で、まあ、レコードの中でこう、ハイハットが出てきて、で、全体的に、横乗りで軽い音でですね、踊っていて、気を反らせながら、もう一回こう、ローをですね、戻してくるって。しかも、その戻してきたローが、最初の方のこう、縦乗り系のローじゃなくて、横乗り系のローなんですね。なんで、ザディグは、この中でですね、横乗りで、ぐいぐいこう、グループを引っ張ってるわけなんですね。いいですね、うまい。やっぱりこう後ろで踊ってる人たちのこう踊り方をですね見てると、もう何がどういう風に刺さってるのかっていうのが分かると思うんですね。これもすごく
勉強材料になるので、この後ろで踊ってる人たちの踊り方、やっぱりちょっとこう見といてください。どういう表情をして、どういう気持ちでこの人たち踊ってるんだろうっていうのが。でここでまあショートスパンのブレイクが入るんですけど、やっぱりこうリズムがずっと続いてたんで、こういうこうリズムがない状態をですね、ショートスパンでこう与えるのとかっていうのも、やっぱ気持ちをですね、こう高揚させる一つの技にはなりますね。これ元々のその動画の概要欄にリンク貼っておきますので見てほしいんですけど、後半もうめちゃくちゃみんな盛り上がっていて、これ結構前半の部分なんですね。いいですね。盛り上がってますね。で、わりかしこの EQ をですね、分かりやすく触っているので、この動画見ると、あ、こんな技があるんだっていうのも感じれるので、まあ見ていただきたいですね。まあ私が今回ちょっと解説した部分は、まあ横乗りのグルーブでこう引っ張っていっているっていう、まあ流れをですね、どういう風に演出していて、まあどんな感じでこう EQ 触っているかっていうのをですね、ちょっと解説させていただきました。まあ、この内容が分かりやすければ幸いです。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。また新しい動画をですね、どんどん上げていこうと思いますので、これからも応援お願いします。チャンネル登録していただければ新しい動画がアップされた場合にですね、お知らせが行くようになっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。それでは本日はありがとうございました。